まさとです。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、木質バイオマスの可能性、つまり木質バイオマスのポテンシャルをですね、解説していきたいなっていうふうに考えているんですね。で、このね、バイオマスっていうのはそもそも何なのかということなんですけど、動物の糞尿とか木材とか、こういったものを使って電気を起こしていったりするんですね。こんな電気の起こし方があるんですよ。それで今ね、日本ってエネルギーのね、課題ってたくさん抱えているんですね。で、今どうやって日本は電気を起こしているのかということなんですけど、やっぱりメインは火力発電ですよね。で、火力発電っていうのは、かなり皆さんご存知だとは思うんですけれども、化石燃料っていうものを燃やして電気を起こしているんですね。化石燃料っていうのは石炭とか石油です。こういったものを燃やして電気を起こしているんですね。で、この火力発電っていうのは、ものすごい量の電気を起こせるんで、非常に有用なものであるのは間違いないんですが、弱点もあるんですね。それは何か。CO2 の排出が最大の弱点なんですよ。で、これね、CO2 っていうのは、まあ、二酸化炭素のことですけど、こういうものを大気中にね、バンバン出していくと、地球温暖化の原因になっちゃったりしますよね。まあ、だから、この火力発電ね、ちょっと最近地球温暖化がやばそうだから、ちょっとやばいんじゃないのっていう話になっているわけなんですね。あと、火力発電のもう一つの損失はですね、これ日本にとってものすごく不利な発電システムになっているんですね。原料はさっき言った通り石油石炭ですよね。日本で石油とか石炭って取れるかって言ったらあんまり取れないじゃないですか。じゃあどこから手に入れているのか。それは輸入で手に入れてるんですよね。石油とか石炭を買っているんです。海外からね。っていうことはですよ。買う代わりにお金を支払っているわけですよね。日本のお金がどんどんね、石油とか石炭を売っている諸外国に流れているっていう話なんですよ。だからもしもですよ、火力発電をやめることができれば、別の発電システムで電気を起こしていくことができれば、石油石炭にかかっていたお金をですね、別のところに投資していくことができるようになるわけですね。あと日本にはね、原子力発電なんていうものもありますね。まあこれご存知の通りですね、2011年に東日本大震災が起こりましたね。で、福島県にあった原子力発電所がぶっ壊れてしまって、放射能飛び散っちゃったわけですね。で、この放射能が飛び散ったことによって、福島のね、この原子力発電所の周辺地域っていうのは住めない場所になっちゃったわけですよ。こういうような感じで原子力発電所っていうのは非常に危ないわけですね。で、こういったもので、今まで日本は電気を起こしていましたし、電気を起こし続けているわけなんですよ。だからこれなんとかしなきゃダメだよねっていう話になっているんですね。この火力発電と原子力発電の弱点をですね、補える発電システムがあるんですよ。それが何かって言ったら、再生可能エネルギーと言われるものですね。これはですね、火力発電と原子力発電の弱点をね、結構徹底的に補えるんですね。例えばなんですけど、CO2 の抑制ですね。CO2 がほとんど出ないっつ話なんですよ。めちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか。地球温暖化ね、このままじゃやばい。それをね、抑制していくことができる素晴らしいシステムだっていう話なわけですね。で、さらに再生可能エネルギーね、どこにでも存在しているものです。つまりね、再生可能エネルギーどんなものがあるかって言ったら、例えば太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱とか、まあいろいろあるわけなんですけど、自然のエネルギーを使っていて電力を起こしていくっていうものなんですよね。まあなのでどこにでも存在しているっていう優れものです。で、あとはね、枯渇しないわけですね。まあつまり再生可能エネルギーって名前がついているくらいなので、ずーっと使い回していくことができるんですよ。例えば太陽光とかすごくわかりやすいですよね。太陽の光って基本的になくなるものじゃないじゃないですか。それを使って電気を起こしているので、ずーっと電気を起こし続けることができるわけですね。火力発電とかだと化石燃料を使うじゃないですか。化石燃料っていうのはね、作られるまでに本当にすごい長い年月を要するので、この調子で化石燃料を作って電気を起こし続けると石油石炭なくなっちゃうっていう話なんですよ。まあなのでそういうところも考えてね、再生可能エネルギーで電気を起こしていった方がいいんじゃないのみたいな話になってるわけです。ただ日本って再生可能エネルギーの発電ってあんまり向かないんですね。で、なんでかって言ったら、それはですね、地形と気候が再生可能エネルギーの発電に向かないわけなんですね。どうしてか。まず日本って地形を見てみるとですね、
縦に長いですよね。北海道から沖縄まであるじゃないですか。気候全然違いますよね。まず北海道なんて冬場になると死ぬほど雪が降るわけですよね。それでですよ、こういう地域で太陽光を向くかって言ったら向かないわけなんですよね。冬になるとやっぱりストーブが必要になるじゃないですか。あー寒いみたいな感じになってストーブスイッチオンとかっていう風にやるわけじゃないですか。でこの時にですよ、外はめちゃめちゃ雪が当然降っているわけですよね。太陽光パネルの上に雪が積もっちゃうわけですよ。そうしたら発電できないじゃないですか。めちゃくちゃ寒い時期に一番電力が必要な時に電気ストーブがつかないみたいなことになってしまうと、はっきり言って話にならんわけですね。まあだから北海道みたいなところとか雪が多いところですね、こういったところは太陽光パネルっていうのは非常に向かないわけなんですね。であと台風とか地震とかそういう自然災害も多いですよね。そういったものが来ると太陽光パネルって結構ぶっ壊れちゃったりするわけですね。まあなのでちょっと日本には向かないんじゃないのみたいな話もあるわけなんですが、まあつまりですよ、まあ、太陽光の例で説明していったんですが、日本って結構ねこんなような感じで再生可能エネルギー向かないんですね。自然災害が非常に多いので。まあだけどですよ、この中で結構使えるんじゃないかって思われるものがあるんですよ。それがバイオマスなんですね。バイオマスはバイオマスでも、木質バイオマスは結構使えるんじゃないかなっていう風に私自身が考えているんですね。で、なんでかっていうことを今から説明していきます。それで木質バイオマスっていうのはですね、まあ当然名前の通りですね、その木を燃やすことによって電気を起こしていくんですね。まあだけど木を切ってそれを丸ごと発電システムに突っ込むとかそういうことをやるわけではなくって、木を切ったらですね、それを小さく加工していってチップみたいな形にしていくんですね。まあつまりそういうチップのことを木質チップとかって言うんですけど、こういうものに変えていきます。そうするとものすごくよく燃えるんですね。燃焼効率が非常にいいんですよ。それでたくさんの電気を起こせるようになるわけですね。ちなみに日本の国土の3分の2は森林だっていう風に言われているんで、木がですね、結構日本ってたくさん潤沢にあるっていうことなんですよ。まあだからね、この木質チップって割と日本のどこでもね、手に入りやすいっていう特徴があるので、結構日本に向いているっちゃ向いているわけなんですね。それでですね、今日本の林業って結構衰退していると言われています。なんでかって言ったら林業って儲からない地域がものすごく多いんですよね。なので林業がどんどん衰退していってしまっていて、人材不足でものすごく困っているっていう事情があるんですよ。そうするとね、どういうことになっていくかって言ったら、まあこんな問題が発生したりします。はい、木がいっぱい生えていますよね。はい、森がありまーす。林業をやる人たちがすごく減っていってしまうと、ボン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 木が生えていくわけですね。そうするとどうなってしまうのか。太陽がありますよね。太陽の光がですね、木に遮られてしまって森の中に太陽光が入ってこなくなっちゃうんですね。そうすると森の中ってどんどん暗くなっていってしまいますよね。太陽の光を必要としている植物がまるで育たなくなってしまうんです。例えばどんなものがあるかって言ったら松茸ですね。こういう風に森が暗くなっていってしまうとですね、松茸が取れなくなってしまうんですよ。まあそんな高級食材ね、僕にはね買う能力ってあんまりないからあんまり食べたりしないですよ。だけどね、お金持ちになったらぜひともね、松茸を食べまくってみたいなとかっていう風に思っているわけですね。でその時に松茸が売ってなかったらやっぱり寂しいじゃないですか。ぜひともね、松茸はねしっかりと後世にね残していきたい、そんな気持ちも僕は持っているわけなんですけど、じゃあどうしたらね松茸がしっかりと生えるような健全な森になっていくのか。それはですね、間伐っていうのを行っていく必要があるんですね。間を伐採するってことで、これで間伐って読むわけなんですけど、こういう風にね、木をこうバサ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 っていう風に切っていくわけですよ。そうすると木の本数が少なくなるので、太陽の光が森の中にも入るようになるわけですね。で、この切ったね木をどうするかっていうことなんですけど、結構ね今放置されちゃってる状態なんですね。森の中にですね、切りっぱなしになって倒れてるみたいな、そんな状況になっちゃっているわけです。で、これってちょっともったいないですよね。せっかく労力をかけて木を切ったんだったらですよ、これを有
有効利用した方が絶対にいいじゃないですか。この切った木がお金になったらもっともっと良くなるじゃないですか。ここで木質バイオマスがですね、非常に役立つんですよ。木質バイオマスの発電所を作りますね。そして山がありますね。この山で木を切るわけですね。そしたらこれをチップとかに加工していって販売するわけです。それで木質チップがバイオマス発電所で販売することができれば、林業をやっている人たちすごく儲かるようになりますよね。林業が不振でね、なかなか苦しんでいるわけなんです。けど木質バイオマスを林業に組み合わせることができれば、林業をやっている人たち、地域がものすごく儲かっていくようになりますので、地域活性化にもつながっていきますよね。儲かるようになるし、森林資源もね、無駄にせずに済みますよね。これって非常にいいことだと僕は思うわけですね。で、あとね、木質バイオマスがですね、どんどん盛り上がっていけば、木を切る機械とかを開発する会社っていうのがどんどん儲かるようになっていきますよね。そうしたら関連産業もどんどん盛り上がっていくわけです。あと日本って結構森林が多い国なわけですよね。この木質バイオマスって火力発電所みたいにものすごい大量の電気を一気に作ることっていうのができないわけなんですけど、それぞれの地域でですね、このバイオマス発電所をそれぞれ作っていくとですね、地域の電気くらいは賄えるんじゃないかみたいなことも言われているわけですね。それでこれまでの日本っていうのは一箇所で電気を大量に起こして、それを周辺の都道府県に配っているような状態だったんですね。だけど電気を起こしている発電所が調子悪くなったり壊れちゃったりすると、電気が不足してしまって電気を供給できなくなっちゃうわけです。2011年の東日本大震災、そういう状況に置かれちゃいましたよね。電気がもう全然足りなくなっちゃったんで、計画停電なんていうのが行われたりしましたね。で、知らない人のためにね、一応説明しておくとですね、はい、ここに住んでいる地域の皆さん、あなた方は1時から3時の間は電気使えませんよ。ここに住んでいる皆さんは4時から6時の間電気が使えませんよ、みたいな感じで、エリアで電気を使えなくしていって、電気を節約して、なんとかやりくりできるような状況にしていったんですね。これが計画停電だったわけです。だけどこれって不便じゃないですか。自分の地域が午後の4時から6時電気が使えない、大切な取引先と商談があるのにみたいな状態になっちゃったらね、やっぱりきついじゃないですかね。え、だからできれば定額停電とかね、そういうことはできる限り避けていきたい。だけど地域でそれぞれ電気を作っていれば、そういうことがないわけですよ。自分たちで電気を賄って作っているわけだから、どっかの発電所がぶっ壊れちゃった、電気が足りませんみたいなことにならないわけなんですね。まあなので木質バイオマスっていうのがね、しっかりと普及してくれば、まあいろんな可能性が開けてくるわけです。まあこれは非常にいいことっちゃいいことなんですけど、じゃあなんで木質バイオマス全然普及してないんだよっていう感じじゃないですか。それはですね、まず林業が不振だっていうことですね。で、基本的に優秀な人材とか若い人っていうのは盛り上がっていない産業には残らない傾向があるんですね。生活していくにはやっぱりそれなりにお給料は欲しいわけですよ。だからめちゃくちゃ優秀な若者とかは IT 企業に勤めちゃったりしますね。わざわざ林業をやったりしません。で、地元に住んでいる高齢者で林業を支えているみたいな状態になっちゃっているわけですよ。で、木質バイオマスっていうのは非常に真新しいものなわけですけど、こういう新しいものをですね、使っていくっていう風になると、やっぱり若い人の方が強いじゃないですか、高齢者よりもね。つまり人材不足なので、なかなか木質バイオマスが発展していかないなんていう事情もあります。で、あとはやっぱりちょっとね、発展が滞っている産業なので、政府がなかなかね、本腰上げて発展させようとしないっていうところがありますよね。当然補助金とかも出していますし、それなりにやることはやってくれているとは思うんですけど、ただなんとか林業を衰退させないようにしようっていうところでとどまっちゃっているわけなんですよね。この林業を使って日本は世界の中でトップを取るんだみたいな感じにはなってないわけですよ。だから投資するお
金とかがやっぱり林業とかって少ないですよね。まあそういった理由があります。で、投資されるお金がやっぱり少ないとですね、林業の整備とかが滞っちゃうんですね。林道の整備とかが滞ってしまうんですね。木を切るには山の中に入っていかなきゃいけないわけじゃないですか。その時に林道っていうのを作っていくんですね。だけどこの林道がですね、めっちゃくちゃ狭くてしょぼかったら作業はっきり言ってはかどらないですよね。木を切るためのでっかい機械を山の中に入れていくっていうことがなかなか難しくなってきちゃうわけですね。作業をやりやすい環境を整えてあげないと作業がはかどらないんですよ。ものすごく時間がかかっちゃうんですね。林道を整備して作業をやりやすい環境をバシバシ整えてあげることができたらですよ、今まで10時間かかっていた作業が1時間で終わるようになったと、1時間で終わるようになったから利益が10倍だみたいなことになったりするわけじゃないですか。作業効率を上げる環境を整えていかないとなかなか儲かるような産業に発展していかないですね。つまりここら辺が日本の木質バイオマスの発展を微妙に妨げてしまっているっていうことはあるので、人材の確保だったり作業する環境、こういったものがね、どんどん整ってくると違うんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあなので木質バイオマスね、非常に可能性の高いね、産業だと思いますので、ぜひともね、注目していきたいなというふうに思います。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。